はい、ユッキーです。化粧水の、レビューをします。ダイソーで購入しました。こちら今回はじゃん、大豆イソフラボン配合の持ち肌化粧水、日本製とろり浸透もっちり肌へ、無香料で合成着色料フリー、容量が120ml で値段が108円となっております。一応成分表も見ます。成分が、水と、PG と大豆イソフラボンと、豆乳発酵液と、米ぬかと大豆ペプチド発酵物と大豆種子エキスとヒアルロン酸ナトリウムと水溶性コラーゲンとグリセリンとスチレン VP コポリマーとジグリセリンとカルボマーと水酸化カリウムとエタノールと BG とポリソルベート80とレシチンとフェノキシエタノールとメチルパラベン。あ、疲れた。よし。では使います。あ、なんかトロッとしてる。前回のなんとかかんとかあれよか、あれだな。トロッとしてるな。あ、トロッとしてる。あ、すごい。ちょっとあれだ。とろみがある。もうそろそろ春なんですけど、やっぱね、まだちょっと、乾燥してますんでね、外はね。多分外の湿度 40% ぐらいでしょ、おそらく。かなり乾燥してますから。あとなんだっけ、はしか？はしかがね、はしかとあと風疹ですか。あれが、俺受けたかったんですけど、なんか今予約がいっぱいらしくって、で、足立区の、保健センターに聞いたらですね、4月以降は、なんか、いちいち申請しなくても、病院行けば無料でなんかできるとかなんとか、いうのを聞いたんですよ。で、とりあえず3月いっぱいはもう、全部予約で、もうパンパンやから、そこまで急ぎじゃないんだったら、4月以降で、お願いしますって言われて、あ、じゃあいいやと思って。風疹、はしかか。はしかは多分俺一回しか、予防接種してないんですよ。これ前も言ったな、これな。で、一回やると 95% の確率で、耐性がつくんだけど、残り 5% でかかっちゃうんですよ。で、2回やると 99% で、かからなくなると。まあ、1% はそれでもかかるってことですね。大体の人は、小学生か、幼稚園の時に、1回受けるんですよ。で、最近の、若い子だと、もう幼稚園あたりから、2回接種するっていうのが、もうほぼ、法律で決められてるのが何なのかわかんないけど、まあ、強制で2回接種させられるんですよね。はしか風疹はどうだかわからん。風疹はね、わからん。うん、まあこれも、特に、さらっとしてます。うん。さらっとはしてるんだけど、ちょっと舐めるか。恒例の、味試食タイム。
舐めまーす。ん？なんだこれ？なんだろうこれ？ちょっと甘いような。まあ、はしかと風疹は、まあ結局年代によって、受けてない人がいたりするんですよ。俺が今31なんで、40代以降とかだと多分、一回も接種してないっていう場合があるんですよね。で、それを検査するために、そのはしかと風疹の、受けたか受けてないかって覚えてないじゃないですか。だから、それを検査するんですよ。ただ、血の抜いて、それを血液検査して、この人は、抗体がないって判断されたら、はしかと風疹は、予防接種をした方がいいっていうことで、多分なるんですけど、その検査で、あなたは大丈夫ですって言われたら、しなくていいんですよ。まあいいや、化粧水、これあれだな。これ、わかんない。これ手でやるとなんかすげえ、なんか逆にサラサラしてる、なんか気持ち悪いんですよね。やっぱり何かしらのこの気持ち悪さがあるんだよな、ね。だから、ひげ剃りした後に、これ塗って、やってた方がいいんじゃないかな。ひげ剃りの後ね。ということで、これちょっとわかんないんで、三つ星、ご視聴ありがとうございました。